縁は稲もの味なもの、どうも六花亭こんすけでございます。義理の母を含む女房子供3人の6人家族でございまして、婚を助ける仕事をしておりますことから六花亭こんすけと名付けさせていただきました。婚を助けると申しましても、そろそろ亭主と別れたいから助けてというようなですね離れる婚の方は専門外でございます。結ぶご縁の お手伝いをさせていただいております。今の時代は恋心から芽生えるご縁も主流となっておりますが、昔は初体を持つとなると大家さんの口一つで決まったんだそうで、初さんや、お前さんもいい年だ、ここいらでそろそろ持つべきものを持たないか。持つべきものって言いますと、たくわん石。そうじゃない、そんなもん持ってどうすんだい。身を固める気はないかってんだ。身を固める、しっくいで。何を言ってる、そんなんで固めるやつがあるかい。歳を持つ気はないかってんだよ。歳ですか、持ってもいいけど餌は何です。本当にわからないか、そんな飼ってるやつ聞いたことがあるかい。そうじゃない、お嫁さん、おかみさんを持つ気はないかってんだよ。え、かが、そら女かい。当たり前だろ、男の嫁ってのがあるかい。いや大家さん、日本の行く末じゃわかんねえぞ。何言ってるかわかんないね。先のことはいいんだよ。ああどうなんだい。へえ、かかはね、まあ、関係ねえこともねえんですが、足のとこに来ようなんてものがいるはずがねえ。それがいるから話をしてるんだ。これいい話だと思うよ。ばあさんの知り合いの娘さんでな、年は二十歳だ、器量は十人並み以上、読み書きができてタンスの一竿くらいは持ってくるだろう。はあいい話だね。え、年は二十歳、足25ですからね、年回りがいいや。ああそれから器量がいい。読み書きができてタンスの一竿を持ってくるいい女、良すぎるな、話がうますぎる。大家さん、この人傷がなんかあるんじゃねえですか。聞かれたから言うが、ある。あるあっさりやがったね。ああそんなことだろうと思ったよ、大家さんが世話しよってんだから。まあでも足のとこにこうやってんだ、傷の一つや二つは気にしねえ。で何です、その傷ってのは。へそから水が漏るとか、そんな壊れたやかんじゃないんだよ。いや傷っていうのはなーっと上がった、ああ夜中スーッと温泉でも入ったような心持ちになるんだ。夢覚めて見れば恥ずかしい、寝しょんべん、バカ野郎、二十歳のお嬢さんがそんなはしたないわけないだろ。いやいいんだいいんだ、足もたまにするから。汚いね、25にもなって寝しょんべんかい。いやそうじゃないんだ、傷というのは言葉が丁寧なんだ。何です、存在で傷ったら分かりやすよ。おやさんいつも足になんてんだい。やい八甲、人様の前ではそんな存在なものには慎めてこう言うでしょ。丁寧で傷ってどういうことですか。いや度が過ぎるんだ、これが丁寧すぎるほどの丁寧さ。いや小さい自分より京都の猿やんごとなきところに奉公していてな、大和言葉、まあ奥家様言葉とでも言うかな、何を言ってるか全くわからない。あこの間もうちに来て挨拶したんだがわからなかった。あ何て言ったかな、あそうそう、お家主様、本庁は土風激しゅうして商社外入し、矛なりがたしってんだよ。なんでそら、日本人なんでしょうね。ああそうだよ、私も最初は分からなかった。でも後で、ばあさんに聞いたところ、本庁というから今朝だな、土風激しゅうして、土風が強くて商社外入し、小さな砂ぼこりが目に入り、矛なりがたし、歩きにくい、こういうわけだ。はあ、言われてみれば確かにそんな風に聞こえなくもないですが、大家さん何か言ってありましたか。ああとっさに私も何か言わなきゃいけないと思ってな、さようでございますか、そりゃスタンプ病でございますなと答えたよ。何ですそのスタンプ病ってのは。いやこれはとあひょいと脇を見たらな、タンスと屏風があったんで、左足の起点、それをひっくり返してスタンプ病だ。はあひっくり返すってのがうまいね。ああまあ大家さんのところは、物があるからいいや、うちはね何にもないからね、足だったらね観察尿糖診尿でございってこういうね。何だいそれ。え死んだばあさんの戒名、バカ野郎、戒名で返事するやつがあるかい。あどうなんだよハッツァン、もらう気はないかい。本当に足でいいんですか。いや向こうがいいってんならこっちは願ったり叶ったり滑ったり転んだりだよ、早いとこ下せ、手出すやつがあるかい。ああよしじゃあ決まった。おいばあさん、暦を持ってきておくれ。いい日を決めようじゃないか。ん、何すぐに連れてこい。
思い立ったが吉日。はあ、うまいこと言うね、一理あるよ。え、今日は日がいい。そうかい。それじゃあ先方に話しつけて、今晩お前さん家連れてくから。うん、どうせ汚くしてんだろ。部屋をきれいにして湯でも沸かして待っていておくれ。え、これから来てくれんすから。あ、わかりました。じゃあ、待ってますんで、ごめんください。はあ、ありがてえな。あ、神さんもらうことになっちゃったよ。え、おい、隣のばあさん、今帰ったぞ。大家の世っていうのは何だったんだい。ばあさんめでてえや。今夜この長屋で婚礼があるぜ。この長屋で婚礼？この長屋で一人もんって言ったらお前さんと私ぐらいだよ。あら、何？お前さん、ついに。ああ、嬉しいね、私をもらうことになった。そうじゃねえよ、ちげえよ。おい、まっすぐ見つめるんじゃねえ、気色悪いだ。おい、大家があっしに加賀紹介してくれんだって。で、今晩この長屋に来るんだ。あっしも汚ねえし部屋も汚ねえ。湯に行ってきてえから、ばあさんすまねえけど部屋掃除しといてくんねえか。頼ま。じゃあ行ってくれ。はあ、さっぱりした。ただいま。おお、きれいになってるね。ばあさんすまなかったらありがとう。それからね、湯を沸かしろってんだ。火が起きてたら貸してくれねえか。何？炭が起きてる。ああ、ありがとうよ。ああ、それじゃあ、明日、かみさん連れて挨拶行くから、今夜はお休み。ああ、ばあさんには世話になったな。これからは一人じゃねえんだ。かみさん来るんだ、にぎやかだ。飯を食うときは差し向かいっつってな。お、かみさんの買ってこなくちゃなんねえな。かみさんのは薄手の朝顔なりの茶碗だ。箸は象牙の箸。きっと当たるとチンチロリンなんて音がするね。俺のは今までのでけえどんぶり鉢、材木みてえな箸だからガンガラガンって音がする。あ、チンチロリンのガンガラガンだな。かみさん茶漬けをサクサク、俺はザクザク。たくあん前歯でポリポリ、俺は奥歯でバリバリってな。にぎやかだね。あ、チンチロリンのガンガラガン、サクサクのザクザク、ポリポリのバリバリってな。にぎやかだ。チンチロリンのガンガラガン、サクサクのザクザク、ポリポリのバリバリ。さあさあさあ、こっちおいで、こっち。あそこで大きな声出して踊ってるやつがいるだろ。あれがお前さんの亭主になるやつだ。ああ、大丈夫。ああ、陽気がいいとな、たまにああいうことがあるんだ。心配いらねえよ。まあ、人間が殺だがいいやつだ。あ、ここ気をつけて、どぶ板腐ってるからね。おい、ハッツァン、いつまで踊ってんだい。お連れしたんだよ。来ましたか。ああ、後ろにいるんですか。うまく生け捕りましたな、バカ野郎。なんて言い方すんだ。お連れしたんだ。さあ、お上がり。ああ、ここはお前さん家になるんで遠慮はいらないよ。ハッツァン、この方がお嫁さんになる方だ。ともしながらに末永く仲良くお願いしますよ。それじゃあ仲人は酔いの口なんてことを言う。私はこの辺でお開きとさせてもらうよ。ちょっと大家さん、お開きって何ですか。ああ、こういう明太席には猿戻る引く割る別れるってのは意味言葉と言って嫌われるんだ。だから猿ことをお開きという。じゃあ大家さん、もう少しおつぼみで。おつぼみなんて言葉はないよ。ああ、明日の朝ばあさんよこすから。それじゃあ、ちょっと大家さん、もう少しいてくださいよ、慣れるまで。おい、大家泥棒なあ、行っちゃったよ。あ、かしこまらなくていいんですよ。あ、挨拶しなくちゃね。遠路はるばるご苦労さんでございます。これからは今日で同様によろしくお願いいたします。戦力戦団に行って学ばざれば金太郎と欲す。大家さん、始まっちゃったよ、勝者貫入すが。あー、参ったな。あ、そうだ、まだ名前も聞いてないよ。だがそそっかしい大家だね、本当に。もう猫の子置いてくんだって、もうちょっとなんかあるよ。ああ、あしはね、八五郎って言います。お前さん名前は何ていうの。自らことの生命を説いたもんや。水屋のせんべい。そうじゃないでしょ、お前さんの名前です。自らことの生命は、父は元京野さんにして姓は安藤名は慶蔵、あだ名を五子、母は千代女と申せしが、我が母33歳の折、あるよ単調夢見てわらわをはらめるがゆえ、たらちねの体内をいでしときより、鶴女と申せしが、それは幼名、成長の後、これを改め、清女と申し、はべるなり。はべったね。いやー、長ったらしくて何言ってんのか全く分かんねえ。それ全部お前の名前さ。そしたらね、あの後ろにね、紙があるでしょ。ああ、それは書いて使わせ。あ、
そうそう、私ね、難しいじゃダメですよ。全部かなでお願いします。何かけた早いね、貸して。花自らことの生命はって言うんでしょ。これなら読めるんです。父は元気合うの、え、京都読め、はい、京の三にして姓は安藤、名は敬蔵、あざなお五子、母は千代女と申せしが、我が母33歳の折、あるよ探知屋を、え、探調、はい、探調を夢見てわらわをはらめるがゆえ、たらちねの体内を入れしときより、鶴女、鶴女と申せしが、それは幼名、成長の後、これを改め、清女と申し、はべるなり。チーン。どうぞ、お焼香。って、お焼香になっちゃったよ。ああ、これじゃまるでお経だね、なかったらしい。ああ、もう明日、親に来てもらって、ぶった切ってもらうとして、今夜は寝ちゃいやしょう。陽気な人があったもんで、その晩は休みます。カラスカーで夜が明けて、おかみさん、ご飯の支度をしようと思ったんですが、お米がどこにあるか分かりません。寝ているハッツァンの枕元に手をついてこう言います。あら、我が君。あら、我が君。ああ。早いですね。我が君って足のこと。我が君。やめてくださいよ。この長屋、口が悪いのが揃ってんだ。我が君の八甲なんてあだ名ついちゃうから、ハッツァンでいいから呼んでくださいよ。で、何です?仕上げのありか、いずれなるや。いたの?しらみ?潰しといて使わさい。まあ、一人身長いんで、そういうのちょろちょろしてますけど、黙ってやってくださいよ。ノーノー、一ハム虫にあらず。わらわの申すは米のこと。米?知ってんの?前田米吉ってんだ。ああ、小さい自分より仲良かったんだけど、今どこにいるか分かんないから、知ってんだったら教えて使わさい。ノーノー、人命にあらず。俗に申す米のこと。そうならそうって言ってくださいよ。もう白身だの米だの口調でやるか分かんねえや。ああ、うちに米びつはなかりけりです。みかん箱にござそうろう。それでよろしくやっておくんなまし。わけの分かんないことを言っておりまして、ご飯は炊けたんですが、お身をつけに入れる身がございません。そこは貧乏長屋の重宝さ、表を青いところの多い岩付きネギ屋が売りに参ります。えい、ネギ屋ネギ、岩付きネギ屋ネギ、これこれ、門前に一なす、おのこやおのこ、おのこやおのこ。なんかひでえ長屋に入っちまったな、おい。汚えなりしてるか、布こや布こだって。ああ、口が悪いね。足のことですか。そ文字じゃ、しゃ文字だって嫌になっちゃうや、これ。何かご用ですか。そちの携え仕打ちの知らね草、一足あたい何千面なるや。知らね草。あ、このネギのことですかい。これなら1は100です。なーに、百穴とな。メスやメサネや我が君様のご上覧にそぐうる間、門の関根に控えておじゃ。ははー。これじゃ芝居だよ。タラチネというお話でございました。